昔を途中で高かりませんでした。高かるって僕は全然わかる。高かるって高かる。高る言いませんでした。誰に高かる？ちゃうやん。こう釘と釘の間に玉引っかかってそっからブエー。ああはいはいはい。びっくりするぐらいだから。たまるちゃん。いや、たかるって言うてへん。たまるやん。当たる、たまる、当たります。シャッキーよ。シャッキーたまるでしょ。車に当たるシャッキーたまるで。そうです。続いとるかい。なまあまあ黒沢君釘あの玉が高かったらあれジャンジャラジャンジャラ言ってほんで一回こんな言うてあれでも結構玉の時言うたら3分の1くらいガーなってるやんあれ電気で気ぃつけへんのか気ぃつけへんかったでしょ気ぃつけへんわ僕最高に気ぃつけへんかったことがあの昔みたいにラッキーナンバー制やったんですよ全く札ついてない状態でさあキャップがなんかボッカーッなってあるんですよ、うん、もう電車のように行っちゃってはい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 はどうしよう思って昔自分で買いに行っててで、ね、じゃあって流してカードもろてきてもう一回とかそういうのやってそれ今みたいにあの全体にカメラついとったら絶対もうあかんよな2回目がね8分目まで行ったそこで気づくそこで気づいた、うん、もう変えてくるバウトされてとりあえずこれ変えてくださいまあ出た球は回収できへんそうそうやかなまああの何開かへんのもなくなったねあ、アタッカーやアタッカーなんか開きかけんとこにあ、バッターさんが引っかかったり閉まる時に球が引っかかったりとかしてあれも最近あれはもうめえめえあの、チャッカーに引っかかんなめえよないですよねパッと引っかかってもすぐペンともなるからなるほどやってますね昔はね、これ多分ここやと思うんだけどもう潰れた場所もさやけどもう深井橋の今は別の経営者になってしまったけど営業中に畳に行ってましたパフォーマンスでね。営業中に畳あの部長さんね、あのパーマかけたあの先生ね。叩きに来ました。でそれが企業を待ってんねんけど、叩きに来よんねん。そいつ企業を叩いてくれて、なんか広げてくれたように見えんねんけど、その瞬間回らへんのに。ね、これやっぱこれ。僕でも結構恩恵受けましたけどね。ボッコボコ回るようになったで、みたいな。そんなもんだからね。だから素人やからそうなってまうやろな。逆に。ギラゴ、ギラゴ。ちょろちょろっといじってくれるんだけど。あの時多かったわあれわざわざ放送で流してくれるよなそうあの時だからもう平気やったよね、うん、そういうことも全てが今も待ちませんからねああ、ダメです